はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さ、今回はですね、まあリクエストにも当然あったんですが、ようやくですね、ちょっとお待たせしましたという感じなんですが、これ、第2世代のモササウルス、こいつを使ってのまあバトルをしてほしいということですね。はい。まあ、僕もね、まあ、バトルは、まあ、もちろんやりたかったんですけど、ちょっと、最近はちょっとね、ちょっと別の動画を作ったり、結構忙しかったんでね、ちょっとできてなかったっていうのがあるので、今回やっていこうかなと思います。はい。ということで、第2世代のモササウルスめっちゃかっこいいですね。はい。もう、言わずもがなっていう感じの貫禄ですね。で、第2世代は、で体力が2212で、アタックが1284ということで、まあ、普通のモササウルスよりかは、アタックが高い。でも、その代わりちょっと体力が低いということですね。普通のやつは、体力が3000ちょいあるんでね。その代わり、アタックが、1000いってない、ギリ届いてないという感じなんですけどもね。はい。まあまあまあ、普通のやつもかっこいいですよね、やっぱ。まあ、この色味は、まあ、色味自体は、まあ、こっちの方が、まあ、順当というか、映画に、基準してるというかね、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、第2世代はね、本当に、なんだろう、すごい、この模様がね、やっぱ自然な感じで、こっちの方が僕的には好きですね。色合いは置いといて、色味もね、こういうやつ、やっぱ、言ってた通り、プロテロギリヌスってやつが、この色味してましたね。はい。オレンジで黒い模様っていう感じでしたね。ということで、モササウルスの、艦隊、第2世代の艦隊でとは言われてないんですが、第1世代と第2世代でバトルをしてほしいと。リクエストではそういう風に言われてたんで、まあそういう、まあその、織り混ぜて一回バトルして、その次に、この第2世代の艦隊でっていう感じでやっていきましょうかね。はい。ということで、今はバトルは特に、アマルガサウルスのなんかトーナメント来てますが、なんでしょうね。まあ僕はやってないんですけど、とりあえず今はそんな芳しいイベントがないので、PVP ですね、やはり。PVP でやるしかないかなという感じですね。はい。ということで、普通のバトルの方でやっていきましょうかね、まずは。はい。ダンクレオサウルスが圧倒的前ですね。メガアケロンとね。この2匹はほんと強いよね。あと、トゥソテウティス。クソ言いにくい名前。トゥソテウティス。はい。ってことで、スコーデス、強いよね。ギリクス、ダコデルマ。水中のバトルってなかなかやらないんでね。まあ、ここにいますね。第2世代のモササウルス。はい。ということで、第1世代の、まあ、第2世代、第1世代、第2世代。まあ、こんな感じで、やっていきましょうかね。もう一匹の方は、もうダンクレオサウルス入れるっていうのもありですけど、それだとちょっと爆発的に、ちょっとステータスがね、上がるんで、ちょっと敵さんのね、めちゃくちゃ強い敵さんが出てくる可能性が高いので、まあ、この感じでいきましょうか。はい。いやー、モーササウルスの第1世代と第2世代の、まあ、コンビネーションということですよね。はい。シナトドンとか、結構、まあ、結構強いパーティーですね。敵さんもね。さあ、第2世代のモササウルかっこいいっすね。なんか黒い背中の、黒っぽくなってるのがいいっすね。まあ、模様も黒いけどね。いきなり、いきなり削られるね。結構ね。さあ、ということで、攻撃式だね、速攻で沈めましょうか。シナトドン。おぉ、迫力あるね。第2世代、モササウルス。なんか色が明るいんでね。さあ、今度はサング類なんで、ちょっと不利ですね。次は表面族だけですからね、こっちね。サング類が多いほど、ちょっと困る感じになっちゃいますね。さあ、1アタックということで、確実に、仕留めてきますね。さあ、第1世代の登場ですね。第1世代。第1世代もちょっと、これは、どうしたものかな。ちょっと、ポイントを貯めて様子見ましょうかね。
あ、貯めてたか。これはちょっときついかもしんないね。掃除機。おお、4。4使ってきたか。さあ、2匹目もやられてしまった。最後のモササウルス。体力的にはこれでいいのか。はい。おーら。よくやってくれたな。さあ、最後、シナトドン。さあ、これ4アタックで沈められちゃうかな、これは。4? 早くしろよ。何すげえ迷ってる。ああ、やっぱそうですよね。でもマックスアタックですよね。まあ、切っちゃいますよね。おっと。敗北ということで、すげえ、すごく残念そうな、まあ、モーササウルスの姿がね、ちょっと可愛いですよね。まあ、やっぱちょっとモーササウルスは、映画の、劇場ではね、本当にもう、何者もでも倒せないような、もう裏ボスのような、ね、そんな存在感の設定なんですけども、このゲームではね、そこまで強くないんですよね。生活的にね。なので、やっぱモード対戦になっちゃうかなという感じですね。モード対戦でやられるときついって感じですね。はい。ということで、第1世代と第2世代を交えた対戦はやったので、次は、モード対戦でその、第2世代の艦隊でいきたいと思います。艦隊で。はい。こんな感じですね。第2世代モササウルスの艦隊。さあ、これで、そういえばなんか、コブと、なんだっけな。なんか、いたな。恐怖心じゃない。窃盗出血。激怒、束縛、凶暴化。無効化、威嚇、耐性。なんかね、なんか、一匹目になんか、コブじゃない何かをつけて、で、あと2匹に何かコブをつけると、まあ、ステータスがえげついことになりますよってことなんで、コブはコブで、つけてる自分以外の味方のね、あの、キャラクターのステータスを上げるので、多分自分もアップするやつですね、多分ね。でも、それ持ってないっぽいんで、多分その、確かね、なんか、なんて言ってたかちょっと覚えてないんですけど。まあまあ、また教えてください。まあ僕も見返しますけどね、コメントね。とりあえず、コブ3枚積みでいきましょうか。はい。とりあえず、コブ3枚積みで、まあ、事実上の最強のステータスということになりますよね。一応は。その、コメントで教えてもらった一匹目には何か違うやつをつけてってやるとなんかすごいステータスがえげついことになるって言ってたんでそれかもしれないですけどね。一匹目がそれで、あとの2匹がコブっていう感じで、このアルファってやつかな。攻撃力上がってますよね。先に、コブよりか先に、発動してますよね。なんかね。さあ、上げていく。攻撃力が3000。3400で体力6000。強い。化け物。これぞ、ボササウルスですよね。これぐらいの、やっぱ、ステータスがあってもいいんじゃないかと思うんですけどね。デフォルトでもね。めっちゃ強いじゃないですか、これ。さあ、有利キャラ持ってきたが、ワンパーン。おら。よくもやってくれたな、さっきは。ダコデルマ。またカラフルな、これ、神ですね。さあ、3000。有利取ってないんだけど、とりあえずガードして、様子見しますか。なるほど。溜めていたか。正解ですね、ガードで。あ、でも攻撃来なかったんで、ちょっとよくわかんないですね。2ガード。7。2ガードからの7。でも、それでも来ない。てか、振り属性なのになんで交代しないのって、まあまあ、他のもう一匹も振り属性の同じダコデルマだからか。まあ、しょうがないよね。
それはね、さあ、第2世代のモササウルスのマックスアタックを見たいので、貴様の下からで試させてもらおうか。ダコデルマ。おっと、8。おお。先に俺が披露するわ、みたいな感じか。おお。突進してきたわ。さあ、1匹が死んじゃったんで、コブ1匹分が消えちゃいましたね。2697のアタック。さて、マックス使ってきたんで、まあ、ワンアタック。ここはワンアタックで締めて、はい。おりゃかっこいいっすね。さあ、こいつで、マックスアタックで締めちゃいましょうかね。はい。さあ、かかってきたまえ。何もしてこなかったね。はい。ということで、モササウルス第2世代のマックスアタック。これで締めたいと思います。さあ。おー。モーソン自体は同じか、第1世代と。おー、ガーッと来て。ドーン。いやー、すごいですね。いやー、やっぱかっこいいっすね。モーササウルス第2世代。個人的には色合いもかなり好きなんでね。はい。ということで、モーササウルスの、まあ、第1世代。1回目は第1世代と第2世代を交えて。で、2回目はモード対戦で、モーササウルス第2世代のみで、艦隊でやってみたという感じでございました。はい。いかがだったでしょうか。まあ、かなり、モーササウルスは、映画、ジュラシックワールドだと本当に今のね段階だとジュラシックワールドは1と炎の王国の2作品ではもう本当にもう 何者もがこいつを倒せないという感じのね貫禄を放ってもう本当裏ボス的な設定になってますけどね。あの第1世、あのジュラシックワールドの次の作品、ジュラシックワールド3のドミニオンですね。あのサブタイトル最近知ったんですけど僕ね、ジャシックワールド3だ、ドミニオンですね。3はないか。ジャシックワールドドミニオンっていうタイトルですね。そっちでどんな扱いになるのかというところがね、ちょっと気になるところであるんですけどね。なんかもう、ジャシックワールド1、ジャシックワールドじゃなくて、ジャシックパーク1の、グラント博士とか、エイリーとか、イアン・マルコム博士とかも一緒に、出てくる。共演するみたいなんでね、もうなんか、結構、なんだろう、ドミニオンっていうサブタイトルからしても、なんかちょっとこう、ジュラシックワールドシリーズ完結編みたいな感じがするんでね。なんかそこで、もしかしたらこのモーササウルスもなんかあるかもしれないよね、という感じがしますよね。で、まあ気になるのはなんかその、インドミナスレックス、インドラプトルという、まあボス恐竜が来て、ドミニオンはどんな恐竜が出てくるんだろうというところですよね。やっぱり、BD1 ウォンさんですね。ウー博士は当然出るみたいですね。やっぱりね。はい。なんでやっぱ新しいハイブリッドのやっぱ恐竜がボスなんじゃないかなと思っております。はい。あとはこのモササウルスの扱いがどうなるのかというのが気になりますね。はい。ちょっとまあちょっと脱線しましたが、まあこんな感じで対戦してみたという感じでございました。本当にモササウルスかっこいいしね。本当にもう、18万円のモササウルスのスタチューもう予約してますしね、僕はね。LINE に届くということで。はい。余談はこんなところにして、まあ、この辺で、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。